ードがヘンダーソンをサウジに呼んだ理由、見つかる。ジェラードの英語通じてないやつ、何回見ても好き。ジェラード監督大変やな。トレーニング映像見たけど選手が英語わからん状態でトレーニング大変そう。素人だし全然わからんのだけど、これ大丈夫なのか。コミュニケーション好き。うちの学校の ALT で来てください。ジェラードの指導動画見たけど、サウジの言語ってなんだ。そもそも選手含めコミュニケーション取れんの。こんな思いをしてまでリバプールの世代交代を進めてくれるジェラードはやっぱレジェンドなんやなって。なぜ彼がヘンダーソンを欲しがるのか不思議ではない。私のレジェンドは何をしているのか。ジェラードは携帯のラップトップにこのクリップをロードし、冗談ヘンダーソンのために今すぐ5000万ポンドが欲しいと伝えた。ヘンダーソンはアラビア語を話せるのか。14歳未満のトレーニングセッションのようなもの。